令和4年度弁理士試験一発合格者の斉藤です。私がレックを選んだ理由は、当時知財特許系の仕事については未経験であってでしたが、弁理士として勉強していきたいなというふうに考えていて、合格実績の多いレックを選ぶこととしました。これから弁理士を目指す方へということですが、試験の内容も広くって、1次試験から3次試験まであって非常に長丁場の大変な試験だと思いますが、合格した後はとても自信がつく資格だと思いますので、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。令和4年度弁理士試験一発合格者の三上です。私がレックを選んだ理由は、体験事項を通して、ここなら勉強頑張れると思ったからです。これから弁理士を目指す方へ、自分と先生方を信じればきっと大丈夫です。応援しております。頑張ってください。令和4年度弁理士試験合格者の鎌田智樹です。レックを選んだ理由は、圧倒的な合格実績です。講義の質もすごい高くて、レックを選んで本当に良かったと思います。これから弁理士を目指す方に向けてのメッセージです。体調に気をつけて頑張っていってください。応援しています。以上です。令和4年度弁理士試験一発合格者の杉本です。私がレックを選んだ理由は、合格実績が豊富であること、そして事務所の先輩にお勧めされたこと、そして自宅から通える距離にあったことです。これから弁理士を目指す方へ、本当に大変で辛い時期も多い試験かと思いますけども、レックに、特に江口先生に従って頑張っていれば必ず合格に導かれると思いますので、ぜひ諦めずに頑張ってください。令和4年度弁理士試験一発合格者の荒木です。レックを選んだ理由は、合格実績というところが大きくて、特に一発合格者の実績が断トツですので、どうしても自分としては開発する職だったので、その知財業界に行く上で、早く資格を取得したかったので、一発合格というところにこだわって、その実績のあるレックを選ばせていただきました。これから弁理試験を目指す方へというところですけども、自分 の、その試験の結果としては、一応一発合格にはなったんですけど、担当論文ともに非常にギリギリで、本当にスレスレで合格になりました。勉強がうまくいかなくてちょっと諦めたりとか、きつい時期もあったんですけども、最終的には諦めなかったっていうところで運ついてきたりして、結果的にはなんとか滑り込むような形で合格することができました。なので、目指すと決めた方でしたら、諦めずに最後までやり抜くっていうところを大切にしていただければいいかなと思います。令和4年度一発合格者の山岡です。私がレックを選んだのは、レック渡辺クラスを卒業した会社の先輩に勧められて、渡辺先生のガイダンスに参加したのがきっかけです。これから弁理士を目指す方へ、弁理士の勉強すごい大変で、長丁場ですごく大変なんですけど、面白いこともいっぱいあると思うので、ぜひ楽しんで頑張ってください。令和4年弁理士試験一発合格者の坂本です。私がレックを選んだ理由は、一発合格者を多く輩出しているため、自分も一発合格できると思い選びました。これから弁理士を目指す方へ、勉強を続けるのは大変だと思いますし、心が折れかけてしまうこともあると思いますが、絶対に次の試験で合格するという強い気持ちを持って合格まで頑張ってください。弁理士試験一発合格者の大坪です。私がレックを選んだ理由は、先輩の紹介と合格実績です。とても信頼できる先輩の紹介でありましたし、実際にこれまで結果が出ているということは、素晴らしい先生方と素晴らしいカリキュラムがあるというふうに考えておりましたので、レックを選びました。これから弁理士を目指す方へなんですけども、レックのカリキュラムに沿って先生に指示していただいた内容について一つ一つ取り組んでいけば合格することができるはずですので、ぜひ頑張ってください。令和4年の弁理士試験一発合格者の岸村です。私がレックを選んだ理由は、宮口クラスの圧倒的な合格実績と職場から近くにあったです。令和4年度弁理士一発合格者の岩川です。私がレックを選んだ理由は、他の校に比べて合格実績が成績だったことです。これから弁理士を目指す方へ、先生の授業についていけば短期で一発合格できるのではないかと思います。皆さん、優しいですので、丁寧に頑張ってください。令和4年度弁理士試験一発合格者の水口です。私がレックを選んだ理由は、体験講座を受講して一番聞き取りやすくて頭に入ってきたからです。これから弁理士を目指す方へ、適度に息抜きをしつつ頑張ってください。以上です。
令和4年度弁理士試験一発合格者の谷岡です。私がレックを選んだ理由は一発合格者の実績が一番だったからです。私も絶対に一発で合格するという強い決意のもとレックを選びました。これから弁理士を目指す方へ、継続は力なりという言葉があるように毎日勉強してください。通勤時間や隙間時間などでの勉強を大事にしてください。先生と自分を信じて1年間しっかりと頑張っていけば合格を勝ち取れると思います。頑張ってください。令和4年度弁理士試験一発合格者の入谷です。私がレックを選んだ理由は、通信講座が充実しており、自分のペースで、そのマイペースに学習できる点に魅力を感じたからです。これから弁理士を目指す方へ、主に若い方に向けてのメッセージになるんですが、知財業界弁理士には若い方、特に20代の方が少ないですので、今弁理士を目指されている皆さんが合格なさった暁には、私と一緒に知財業界を盛り上げていってくださったらなと思います。頑張ってください。